今ちょうど15分になりましたので、12.11 原子力規制庁院内交渉集会を開始したいと思います。お集まりいただいてありがとうございます。正式には2時から、規制庁が来ますので、2時からの交渉になります。前もってのその打ち合わせを今から始めたいと思います。なるべく真ん中前の方にお集まりください。それでは最初に、再稼働阻止全国ネットワークの共同代表である柳田さんから一言お挨拶します。皆さん、アメリカの中ご参加いただいてありがとうございます。前回やった時に会場が狭すぎて、70人ちょっと入ってなかったので、今日は少し大きいところになってしまいましたが、よろしくお願いします。今の時期にやっぱり規制委員会が一番悪い役に果たしていると思います。最大の癌ですね。新たな安全神話を作る一番の源になってしまっていると。日本を滅ぼしたと、原発事故で日本が滅びるときはこの官庁が一番悪いというトップになっています。2つだけ理由を申し上げます。一つは石橋勝彦さんから言われている、この規制委員会が九州電力仙台を審査したのは、あれは法令に無効だと、法令違反だとそれ言えると、こういうふうに言いますよね。それは地震動を小さく小さく見積もる、その手口が非常に問題で、完全に法律違反だと言えると。それは今日のこの木村さんたちが作られた資料のですね、15ページですね、これに岩波の科学に載ったやつですが、合わせて週刊朝日なんかでこの石橋さんが述べてますですね。そういう点で地震、原発で一番怖いのは福島見ても分かっている地震ですから、その地震を小さく見積もるか普通に見積もるかという、お金が1000億単位の単位で違うんですね。ですからなるべく小さく見積もって低くしようで、石橋さんは地震の3つの面を調べなくちゃいけないのに、つまり大陸間地震とプレート地震、間地震と海洋プレート内地震、3つの地震の揺れを調べなきゃいけないのに、その最初のしか調べなかった、残り2つはスルーし逃げちゃった、つまり完全な法律違反、法令違反だと、こういうふうに学者の石橋さんがこんなに怒った文章は、私も第一道覧罪から見てます、初めてですね。つまり規制庁に対してものすごく怒ってるわけです。これが一つ。もう一つは、この資料の最後にあ ありますが、3.11 攻撃が作られている20ページですね、今日の資料。仙台原発審査書がここはおかしいという形で上に大きく3つ載ってますが、今1番目を申し上げましたけども、1番目はもう一つの理由と、もう一つ別の面で、この原子力安全基盤機構、これは実質無効側の組織ですが、そこが1340ガルといって、今の625ほぼ倍をいってるんですね。これも無視してる、これも一つの理由です。まずこの地震を小さくして経費を節約していると、その節約額はすごい感じになる。もう一つは巨大噴火、火山予知で火山の専門家たちの意見を無視していることですね。で、地震が九州電力は地震が巨大噴火が予知できますと、それを規制委員会も認めているんですね。御嶽山ですらあんな小さな死者はたくさん出ましたけど、あの程度すら予測できないのに、どうして巨大噴火が予測できるか。
まあ、この2つを挙げただけ、しかもそれを無視してる、火山学者の意見を無視してる。九州の仙台原発は5つの火山に囲まれてますからね。そういう意味で法令違反を犯し、そして火山学者の意見を無視している。その目的はただ一つ、原発を再稼働、イエスを押すと。こういう形でやればですね、必ず近い将来事故を起こします。その第一番の責任は規制委員会で、それをただし規制委員会が安全とは申しませんというふうにくっつけてますよね。それを規制委員会が言ったら安全だというふうに拡大拡張解釈しているのが、この国の首相のあの人のとんでもない妄言ですね。そういう点で規制委員会をしっかり批判し抜くことが新たな安全神話の源になる、このすることが私たちの一番大事な点だと。で、今日は鹿児島からもお二方来ていただいて、この問題点をしっかり追及しようと。私たちのなかなか規制委員会への抗議行動というのがちょっと難しい面もあって、もう一歩広がりを欠きますが、ぜひ今日の集会をもとに再度進めていこう。こういうふうに思います。この20ページの資料もかなりきちっとよくできた資料だと思いますので、ぜひご覧ください。簡単ですが挨拶に変えます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。申し遅れまして、私は再稼働組織全国ネットワーク事務局の木村と申します。それで今日は技術的なところで、担当者の山崎さんに、はい、山崎さんにサポートしていただいて、山崎さんにしっかり規制委員会を追及していきます、もらいます。はい、それから先ほど柳田さんも話しましたように、鹿児島から2人見えています、反原発鹿児島ネットワークの向原義貴様、それから鹿児島反原発連合の松本誠一様です。よろしくお願いします。それで、まずちょっとこの資料いくつか不備もありますのでちょっと説明します。ページがちょっとカウントがずる抜けてるところがありまして、ずっと追っていただいて8ページが数字が見えてないと思います。それから10ページもカウントが見えてなくて、防線の4のところが10ページです。それから12ページのところもちょっと全部で9のところにです。それから14ページ印刷では11になってしまってますけど、14ページのところ、一番上が括弧7効果か火災物の傾向についてですが、その下のところに追加資料とありますが、ここはちょっと省略しましたので、これ全部はなくて、5の2と6の1の1と6の1の3はお配りしてませんのでご容赦ください。お配りしていません。それから、で全体の構成ですけども、この四角の枠で囲ってある部分が質問書で、これは規制庁に提出してあるものです。大きくは1から7まであります。で、その後ろにあるものは後ろにあるものは こちらの3理論武装的な資料です。まあ、十分じゃないと思うかもしれませんが、ただし7ページから7、8、9、10、ここは山崎さんの方で用意されたものですが、これはそのまま質問状のままです。それで一応そのよって、あと時間ちょっとね、実はかなり欲張ってしまいました。今回こういうふうにこの時期にやることに決めましたのはちょうど1ヶ月前ですね、11月567と県議会がありまして、県知事が再稼働容認発言をしたと。でその後やはりなかなか選挙等もあったことも
もあるんでしょうが、あまりこの仙台についてそんなに、メディアで報道はたくさんされていない。ですけれども、実は工事認可、工事計画とそれから保安規定、この審査はずっとやっているんですね、毎日のように。でにもかかわらずそのことが全然報道されない。そしてその工事計画認可についてもものすごく問題が多いんです。そのことをこれから山崎さんが指摘されますが、そういう現実をぜひ報道させたい、あるいはみんなにも知っていただきたいということで今回これを持ちました。でそのことと同時に鹿児島ではものすごく怒ってるんだよと、567の会議があった後たくさんの知事発言もあってものすごく怒りが、たくさんになっています。でそのことを訴えていただきたいということもありまして、お二人にもお見えいただいています。でそんな趣旨で工事計画と保安規定、そこの部分を一番注目し、知っているつもりです。それでもやはり欲張りが出てきまして、欲が出てきていくつか入っています。でその加わっているのが、先ほど柳田さんも話しました、ちょっと、順番にいきます。この、1ページ目の5の目次のところのを順番に追っていきます。括弧1、伊藤鹿児島県知事発言、命の問題は発生しないについて、これは皆さんご存知のように知事が、こういう発言をした。でこれは規制庁が常日頃言っていることと違うということを追及しようとしております。で鹿児島の方からもこれを進めていただきます。で2番、鹿児島県議会での再稼働反対討論について、これは私も向こうで傍聴してきたんですが、もうたくさん再稼働してはいけない理由がものすごくたくさんあるんですね。で向こうは、ね、推進する側の理由はもうほんのちょっとしかない。でそのたくさんのある理由があることを突きつけようとしまして、ここの3ページ4ページこれはちょっと四角枠が消えてしまってますが、四角枠入れてあったはず、これも全部提出してありまして、これだけみんな県議会でこれだけ議論されたぐらいおかしいんだよということを規制庁に示しようとしています。でここでもこの場所でも、鹿児島の方に攻めていただきます。それから括弧3番、仙台原発の工事計画認可、これが先ほど言いましたようにメインで、保安規定の審査状況と今後の再稼働について、今どんな段階なのかということを追及すると同時に、これからどういうふうに進めようとしているのか、スケジュール的なことも含めて確認したいと思っています。これは、質問に答えてもらうだけですが、ただこの工事計画保安規定についても保安認可についても、パブコメをやるかやらないかということが国会でも議論されたものですから、そのことはぜひやれということを進めようと思います。パブコメやってもしょうがないじゃないかというような意見もたくさんあると思いますが、やらすことによってやはりいろいろメディアにも注目させられることができるので、ぜひするように訴えたいと考えています。それが括弧3番です。で括弧4番、仙台原発の耐震対策の達成度、工事計画認可等案で、これが、先ほどの7ページからの部分です。これはずっとともに、ちょっと技術的に細かいことになるかもしれませんが、山崎さんの方から質問したものをそれに答えてもらって、攻めます。それから次が5番、これは先ほど柳田さんが言いましたように、岩波科学でもうこの審査が違法であるということを言っています。でここで書いている審査というのは設計の審査のことで、9月10日に合格書を出したんですが、それについてです。でそれについて、ここまで書かれてて、なんで対応しないのかということを追求しようと思っています。どういう答えがあるか、あまり細かい中身になるようであれば、そこは軽く流して実際の態度についていこうと思っています。それから6番、市民の規制行政について、今の法案とも関係するんですが、ずっと科学的技術的にやってるんだと、客観性とかいうことを一生懸命言ってる割には非常にいい加減なんですね。異論反論が出ても全くそれを無視している。でそれを攻めようということです。で丸1と書いてますのは科学技術的異論反論で、
日本火山学会、これは皆さんご存知のように火山学会がもう審査ガイドライン作り直せとか審査をやり直せとか言ってますけども、それについてもっとちゃんとそれに対応しようということを訴えると。それから2番目の丸は先ほど言いました5番の方の石橋勝子さん の, その違法だということについてです。それから田中光彦さんも岩波の科学に書いてられるんですが、国会事故調がで、地震による肺が破壊があったかもしれないということを言ってました。推論ですけども、それに対する答えをすでに規制委員会はこそこそと出してしまったんですね。要するに、1F の事故の原因追及調査みたいな委員会がありまして、その委員会の中で中間報告がこの前出されました。この前といってももう2ヶ月ぐらい前でしょうか。でそこの中間報告でそういう地震判断なんかなかったと思われるというようなことが書かれています。ただしこれについてはですね、国会事故調の委員を読んで話をするということを一切してないんです。彼ら自分たちだけで集まってやってる。そしてもうおまけに奈良林という北大の先生なんかは国会事故調の批判までもうむちゃくちゃやりまして、でそれは問題になったので後でテープも速記録も消すというようなことを指摘しましたけど、そんなひどいやり方をやってきたと。でそれについても、こういうことを言われているので、ここでもうちょっとちゃんと規制委員会としても対応しろよということをここで訴えます。それから丸には、原子力安全保安院の 1F 事故責任と原子力規制委員会、これはですね今国葬団、明日国葬団の集会ありますけども、国葬団が東電トップが、責任があるということを今証明して検査、起訴しようと言ってますが、その彼らに罪があると同時に、実際には保安院にも非常に行政の規制行政の罪があるんです。でそれは、後で紹介しますが、岩波の新書、最近出て11月20日に出た本にはっきりと書いてあります。でそこのところを訴えつつ、その本でも書いてるんですが、規制行政としてその保安院のそのまずかったこと、それを責任もありますけど、責任以上にその新しく規制委員会ができて保安院と同じようなことをやるわけですから、その規制行政をどう総括して、ね、この今の規制行政に生かしてるか生かしてないか、そこのところを追及したいと思っています。そんなところで括弧6は今規制委の規制行政、全体について進めます。そして7番が、火山対策について、これは火山対策のいろいろメディアでは報道されてきてましたが、山崎さんの方で整理した形で、工事計画の部分を含めて、進めていただきます。ちょっと長い、全部8項目まであります。これも火山もここで進めたいと考えています。で時間配分ですが、ちょっと、一応2時間というふうにこちらで予定していっているんですが、かなりいつもタイトルになります。そういう意味で、1番、2番、3番あたりは、10分ずつぐらいでなんとかいきたいなと思ってまして、そしてその後4番で20分ぐらいで、5番で10分ぐらい、6番で20分ぐらい、7番で20分ぐらいとになるかなという感じで今考えています。また内容によってはリンクを変えたいと思いますが、ただ一応質問書を出してあるので、その答えは全部もらうようにはしたいと思っています。一応概略の計画はそんなところなんですが、どうぞ。山崎です。膨大な資料が工事計画書で出てきていまして、それをずっと見ていたんですが、まず最初に質問には直接書いてないことを言わないといけないんですけど、データの白抜きがものすごく多いんですね。したがって、なんでこういう数値データになったのかっていう根拠が実はわからない。いわばお手盛りアップ的に結果に合わせて手前の数値を加工したんじゃないのかとか、疑えばキリがないというか、電力会社ということはそういうことは平気でやるだろうと、そういうふうに考えますと、その手前の基礎のデータとか、そういうところですね、
それも全て公開して初めて情報を公開したことになるんですけれども、まあ、電力会社のよく言う商業秘密を守るためなどと言いながら、ほとんどのデータは白塗りです。したがって、実際のところこちらが質問で書いた批判部分については、結果として提示されている許容値及び発生応力のその比です、差ですね。差だけを見て、これはおかしいんじゃないかとか、これは間違ってないかとか、危険ではないかというふうに結論だけこちらもぶつけるしかない、そういうありさまになっています。そこのところは非常に問題でして、これじゃ情報を公開したことにならないということは、最初に冒頭にですね、強く主張していかないといけないと思っています。まあ、例えば、配管が耐えられるかどうかというときには、SD と SS、まあ、この場合は SS が問題ですが、SS2 という例の620がですね、それを基礎板上に入れて、それによって建物や配管や構造物を揺らすわけですね、コンピューターの中で。そうすると620で基礎板を揺らすと、上のところは揺れが大きくなったり小さくなったり、まあ、あまり小さくなることはないですけど、大きくなって増幅していくと。そうすると、例えば燃料集合体の中では2000ガロンになってみたり、もっと高い位置の蒸気発生器のてっぺんのところですと、もう4000ガロンになってみたりとなるはずなんですね。そうすると、それの力がかかったところの配管や、あるいはそれをサポートしているサポートなどの金具にそれだけの力がかかりますよというときには、それをいわゆる発生応力、これは例えば曲げモーメントとかですね、物を曲げる力ですよね。そういったものとか、あるいは引っ張り応力、これ引きちぎる力ですよね。そういったものに変換をしていって、その材料の強度から考えて持つのか持たないのかという計算をするわけですが、その肝心の曲げモーメントの数値であるとか引っ張り応力の数値が一切白抜きなんです。じゃあ一体どうやって計算したんだって全くわからないわけですね。それからもう一つは材質、材料の厚み、強度、そういったものがほとんどこれも白抜きです。材質が分かっても介護具合によっては強度違ってきますから、同じものでないと計算、追試ができないので、この資料をもらっても追試計算できる人は誰もいないということになりますから、いわば科学論文で言うならば、非常に重要な仮定のところ、仮定のところを全部真っ白に隠してですね、さあこの論文を審査して正解だったんだ、文句ないだろうって言われているようなもんでありまして、そんなものが普通世の中では通りません。通らないことを平気でやってるってことを、まず最初に声を上げていかなくちゃいけない。その結果としてできた安全だという結果について、つまり審査が通った、安全だと言ってないですね。正確に言うと、新規制基準に通ったとする、その結論部分だけを出されても、誰も信用しないでしょ、この現在のこの世の中では、311以前の日本じゃないんだからというところをですね、やはり強く主張しないといけないというのが1点目。それから2点目はですね、自己想定がむちゃくちゃやばいということですよね。で、これは一つ典型的な例を挙げれば、蒸気発生器再開の高温ラプチャーは全くそう。すなわち保身が溶融するということは、燃料溶けるわけですから、溶けた燃料によって一次系が高温になります。そうすると二次系の再管なんておそらく薄っぺらいものですから、ここに熱が伝わりますと、もともとあった強度よりもはるかに強度が落ちていく。でその時に圧がかかれば簡単に破断するだろうと。でしかも1本や2本ではなくて何百本もツターンといってしまうわけですね。これを高温ラプチャー破断と言いますけれども、これこういうことが起きれば一次系と二次系通通になりますので、その時点で二次系に水を入れて蒸気を発生させると、イコール炉心燃料が外へ放出するのと同じことになります。すなわち福島第一の2号機とほぼ同じ状態になってしまうんですね。大量放射能放出です。まあ、格納容器が壊れるだろうという想定もしないといけないんですけれども、格納容器が仮に守られていたとしても、高温ラプチャー破断によって蒸気発生器が破断してしまうと、同じことになってしまうんですね。外部と炉心がつながる。じゃあ二次元の蓋を閉めてしまおうかとすると、今度は冷却ができなくなる。すなわち福島と同様にいっちもさっちもいかない状態、冷却しようと思って水入れれば蒸気が出て放射能が出る、こういう関係が成立してしまうので、高温ラプチャー破断を起こした時にどうするのか何も書いてないですね。だから全然自己想定が炉心が溶けるまで言ってるんだったら、当然蒸気発生器の中で高温ラプチャー破断が起きてなくちゃおかしいだろうという、まあそういう想定をしないとおかしいだろうということが指摘されていない。起きないことにする結論がまた九州電力がその結論を出してくるわけですけれども、それについては妥当であるという結論で書いてあるんですね。どうして妥当なのかは全く書いてないというのが2点目ですね。3点目はですね、
ちょっと九州の方お聞きしたいんですが、仙台原発の1、2号機って蒸気発電機交換してましたよね。してたかな。いや、2機とも。実は調べたんですけど、1号機は交換してるんですが、2号機の交換計画は今年なんですよ。で、今年の6月から9月にかけて、やった形跡がないんですよ。そうすると30年の老朽の蒸気発電機がついてボロボロですよ、ね、もう穴だらけ。そういう蒸気発電機をつけたまま動かす機かということになるわけですね。でそういう蒸気発電機がついているかどうか、これ確認しないといけないんですが、調べた結果ではちょっと交換したという証拠が見当たらない。交換するための準備はしていました。で工事計画も出ていて、9月から12月、今月にかけて、9月にかけて工事計画が入っていたのは2009年の段階です。その後3.11が起きてしまって、でごちゃごちゃになっていくわけですね。で仙台原発もその後止まって、ストレステストなど、あるいは、再稼働のためのいろんな審査などをやってるうちにやらなくなっちゃったのかということになると、2009年に工事認可を受けている蒸気発電機の交換工事をやらないまま、少なくとも2号機については再稼働する気だろうと、これは違反ではないかと、電気事業法あるいは原子炉と規制法に違反するのではないかという重大な疑惑が持ち上がっているということです。もちろん蒸気発電機の交換をしなくちゃいけない最大の理由は、再稼働判断が避けられないという、そういう状況にどんどん近づいているからですよね。まあ余裕を持ってと彼らは言うのかもしれないけれども、今後の 3.11 以後の原発で、第一世代の蒸気発電機の再稼働がそのままついているなんてことはそもそもありえないと私は個人的には思っています。そんですから、まあ、1と2のうちの1は変えているので2だけの話になってしまうかもしれませんが、もしそうであるならば大変なものそれから、私の資料にずらずらと書いてありますが、要するにほとんどの配管のうち重要な部分、一時停の配管であるとか、こういった加圧器の配管であるとか、みんな発生値が、規制基準、基準値、評価基準値を上回っています。でこれを丸つけてあるところなんですけれども、何かというと、発生値というのは、地震によって発生する力の強さと考えてください。評価基準値というのは何かというと、4KS と呼ばれている蘇生変形を起こしても破断しないポイントということになります。で10ページを見てください、資料の。これはまだ S1、S2 の時代の図面なんですけれども、これは鋼板の引っ張り、曲線なので、配管と若干違ってしまいますけれども、まあ、考え方も同じです。このグラフを下で見てください。ちょっと色分けしてあったのが色が同じになって分かりにくいんですが、一番上の SU520MPa というのがありますね。でこれがまあ限界点ですね。ここを超えたらもう壊れるよと。でグラフがずっと右斜め上に上がっていってますが、でこれが要は歪みです。引っ張られた配管や鋼材が引っ張られていくことによって歪んでいって、最後バッテンついてますね。そこで破断です。要するにこれは、折れてしまうということになりますので、その手前のところで発生力を抑えなきゃいけないのに、 S2 地震時設計応力と書いて、許容力と書いてありますね。これがいわゆる 4AS という値です。ここを超えちゃいけないんです。これ蘇生変形を起こしてるんです、この時点ですね。だけどもその 4KS を超えても、この原発はいわば規制基準、工事認可を OK 出すのかという大問題にこれ直面をしています。 4AS 超えてしまうと上基準がないので、もう あとはどこまで行って壊れるのかっていうのは、繰り返し能力の発生、触れる数ですね、これをですね、この図面ではですね、疲労評価なんて言い方してますけど、正確には疲労累積係数というものです。それが1を超えたら壊れるというのは、1回触れただけで壊れるという意味ですから、それが 0.5 とかそういうのは非常に甘いというか危険だというふうに言わざるを得ない、そういう現実を追求しています。はい、ありがとうございました。この辺は、この6番、5番の、4番のところで追求していただきます。また先ほどご紹介だけしましたが、鹿児島から来られたお二人に一言ご挨拶をお願いしたいと思います。こんにちは。鹿児島からはるばるやってまいりました。鹿児島が半原発鹿児島ネットというところの方から来ています。鹿児島では政党とかですね、あるいは地域の垣根を越えて、県内で原発が嫌いだっていういろんな組織が93集まって、ストップ再稼働 3.1 鹿児島集会実行委員会というそういうのができます。で、こちらはそこの一つの構成組織なんですけれども、3.11 の事務局を担当しています。で、いろいろそういう寄ってたかってですね、みんなでできることは一緒にやっていこうと
という形でいろんな運動に取り組んできました。で9月の10日に規制委員会が審査書を公表してから怒涛の日々が続きました。それから1ヶ月後、10月中旬には、県内で、5カ所の住民説明会、県が規制委員会を呼んで住民に説明をしました。でそのうち1時間はスライドを使ってですね、なんか紙芝居みたいな形で説明すると。で質問時間は30分です。でだけどそれはあまりにも短いということで、気持ちばかり30分またプラスしたと。で合計1時間の質問の中で、みんないろいろ手を挙げるわけですね。で僕なんか当たりません。みんな座席指定ですからあなたには当てないよという話になってます。で、まあ、そういうことでだけど、まあ、大体10人ぐらいそういう会場で発言するんですね。だけども9割方が反対の立場からのいろんな質問とかそういうことでした。ですから完全にその住民説明会はその反対する側が制覇したという格好だったんだと思います。でそれは審査に関する質疑応答しか認めないということで、まあ、避難の問題とかエネルギー政策とか、まあ、そういった問題に関しては追加1回やりました。それはもう、もうほとんど肩がついてからという感じだったよね。で、まあ、その後、仙台市議会が、OK を出し、仙台市も OK を出し、で鹿児島県議会も OK を出し、でその日に、県知事も OK を出したと。で県知事が、その受けた記者会見で今日もペーパーの一番最初に載ってるんですけども、事故が起こっても大したことはないと、何だっけ、もう福島みたいなことが起きても、まあ、5.6 テラベルで5キロのところで、5マイクロ、シーベルトですか、なんか大したことないよとということが基本になってるんですね。大きな知事の誤解現状認識の甘さが根底にあると。それをそういうふうに思わせたというのは規制委員会と宮殿がそういうふうに思わせたんですね。でつまり思わせたということは嘘をついてるということだと思います。でそのことによってもう避難計画も立てんでいいと、もう彼の頭の中には大したことはどうせ大したことないからもう避難計画も立てなくて もうみんな大丈夫だよと、そういう形でだけどもう責任は私は取りませんと、まあ、そこはちょっと変なんですけど、そういうような形で今進んでいるところですね。で、まあ本当にとりあえず、国の形を作らないといけないということで、来年1月25日、また鹿児島で大集会があります。日曜日です。でまあそれにはちょっとお金かかりますけども、頭のどっかには入れておいてください。来年1月25日、日曜日集会があります。でもう一つ、これからのポイントというのは、2つですね。1つは宮殿に対する、圧力行使です。これから要はやるかやらないかというのは宮殿が決めるわけですから、でその時に、とにかく薩摩仙台市だけが OK したのね。30キロ圏内 の、その要は30キロ圏内には規制委員会避難計画を立てなさいと言ってるわけです。でつまり事故が起こる可能性ありますよというふうに言ってるわけですね。だけどもその同意権限はないと、とても理不尽な立場に置かれている。だからその、その30キロ圏内の各自治体でちゃんと説明をしなさいと、あるいは30キロ圏内の全自治体から正式に議会から同意を得なさいとということを要求していこうかなというふうに考えています。でとにかく、そういう場に宮殿をどうやって引っ張り出すかというところがポイントになってくると、まあ、いよいよ、まあ、やつらやるよということになったら、まあ、精一杯抵抗していただくのかなというふうに思っています。まあ、これからもよろしくお願いいたします。はい、こんにちは、ご苦労様です。今衆議院議員選挙を行われていまして、昨日は官邸前で秘密保護官、それから集団的事件、その人の戦争に対する戦争に向かおうとする、ね、悪法についての抗議集会、私も参加してきました。やはり非常にもう本当に今気分がめちゃくちゃ悪いですね。
今日の朝のニュースでも自民党が圧勝するとそういう予想を立てている。それの根拠は何なのかさっぱりわからないんですけどね。すごいね、報道の仕方が恣意的であると。本当に独立したマスメディアあるのかとかいうふうに思いますよね。まあ、あるんでしょうけども、一応世の中の目立たない。で、我々鹿児島半原連はですね、主にですね、今鹿児島の運動の全容は向原さんが説明してくださいましたので、私たちは金曜報道をずっと続けていまして、先週で125回目を迎えました。なかなかね、人がいなかったりする時もあるんですが、ずっと続けている。その中での特徴はですね、やはりもちろん県庁前でずっとやってたんですが、県庁前はですね、やっぱり人が通らないんですから目立たないんですよ。車しか通らないんですよね。人が歩いているということはとても珍しいことというような場所 で今はですね、規制庁が、そろそろもその規制委員会の方がですね、もうそろそろ、審査書を出すよみたいな時期になってきたとき、3月ぐらい、5月ぐらいからでしたかね、場所を天文館に変えまして、天文館で毎週ビラを撒いて署名を集めたりしております。今はもう毎週毎週違うビラを吸って撒いてます。で、この鹿児島のですね、天文館の特徴はですね、ビラを皆さんが受け取ると、受け取るんですよ。ビラを取りに行く人、わざわざ、それから観光客、それから、仕事で来た、出張で来たというビジネスマンが取っていくんですよね。それとの女子高生がもらっていくというね、非常にやってて楽しいですね。会話も生まれますし、とてもこれはいいことだと私は非常に思って運動する面でいるんですけれども、ただ世論の方はね、今度の選挙もその自民党が勝つとか言ってるから本当に、ね、腹が立ちますよ。ちゃんと見てみると、みんな反対してるんだ、50%何反対しているというふうに書いてるマスコミもいますし、65%っていうふうに書いてるマスコミもいます。そのぐらい機運は高まっていますけれども、いかんせん鹿児島県知事が、安保ったんですから、どうしようもない、しょうもないやつだなっていうね、非常にそうばっかり言うしね、安倍とよく似てると私は思ってます。で、具体的なことなんですが、これから のもう県知事は認めてしまって、まあ周辺の自治体の、ね、30キロ圏、50キロ圏 の, あるいは宮崎県、熊本県 その自治体のやっぱり合意も必要だろうという、そういうふうな運動も必要なんですが、私たち、鹿児島半原連はですね、この12月の6日に、仙台原発民間規制委員会鹿児島というのを立ち上げました。で、今一緒に猛勉強しながらやってるところで、実は明日から拡大学習会を鹿児島市の中央公民館というところでやりますので、ぜひ来てくださいとは言いませんけど、明日のことですから、いよいよそういうものを作って、で宮殿にですね、申し入れをし、質問書、公開質問書を出そうと思って、出します。で、その辺で、宮殿を攻めていこうと思っています。それからさっき、1月24日に大集会を通しまして、25日にやるということを、向原さんがおっしゃいましたが、それを全段的に、鹿児島半原連と、それから災害都市全国ネットワークで共催でですね、全国金曜行動とのをやります。これはこの資料がここにありますので、この資料を見ていただければ分かると思います。全国で金曜日に行動している、別に金曜日に決まってもいいんですが、主に金曜行動をしている全国の仲間を鹿児島に総結集して、そこで声を上げていこうということなので、これを紹介しておきます。どうぞぜひご協力をお願いいたします。全国からのご協力があってこそ仙台原発を決められると思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ちょうど5分前になりましたので休憩に入ります。
はい、それではちょうど2時になりましたので、規制臨床規制庁院内交渉集会を開始、交渉を開始します。今日お見えいただいたのはこちらから、中切優子さん、原子力規制部安全規制管理官付き管理官補佐の、それから、渡辺さん、これは前にも何度かお目にかかっています、安全規制管理官地震津波安全対策担当管理官補佐の渡辺様です。よろしくお願いします。それから一番向こうが、原子力規制部安全規制管理官管理官補佐村田真一様です。それじゃあよろしくお願いします。事前に、質問書をお渡ししておりますが、この順番でいきたいと思います。まず1番、伊藤鹿児島県知事発言、命の問題を発生しないについて、本人書いているような質問を出しています。これについて答えいただきたいと思います。はい、原子力規制庁中身と申します。よろしくお願いいたします。1番のご質問についてでございますけれども、その伊藤知事もおっしゃっていました 5.6 テラベクレルの根拠というところを説明をさせていただきます。 5.6 テラベクレルというのは、その我々その仙台原子力発電所に関して審査を行った際に出てきた数字ということでございまして、その重大事故対策 その有効性評価をしている中でですね、最も厳しい事故、すなわちその電源が一斉に喪失してしまって、で原子炉の冷却水が急に減少してしまうというような、その厳しい事故を想定して、でセシウム137の放出量というものを事業者の方で評価をしたという数字になってございまして、我々の方もこの評価について、その審査の中で確認をしたということでございます。でその事故進展というものは、その炉心余裕の時間が早いですとか、あとその事象が進んでいる間は格納容器の中の圧力が高いというようなことがございますので、環境に放出される放射性物質の量が多くなるというようなことかと考えておりまして、もっと具体的に申しますと、事故が発生してから7日間までの総放出量ということで 5.6 テラベクレルという数字が出てきております。でその審査の基準の中でですね、こうしたそのセシウム137の放出量が100テラベクレル以下というところを求めていることもございまして、評価をしたということでございます。以上はですね、その 5.6 テラベクレルの根拠というところをご説明を差し上げました。はい、地球位置に行きたいと思います。これはですね、事業者が出した数字だということですね、今のおっしゃり方は。で、それ以上の事故が起こる可能性はあるわけですよね。そうですね、その鹿児島の説明会の時にも、規制庁の方から説明したかと思いますけれども、基本的にその新しい規制基準では、重大事故対策ということでございまして、その重大事故をまずその発生を防止するということと、あとはその重大事故の発生を想定してもその影響を小さくするというような対策を相当程度盛り込んでございまして、その考えられる事故というものもかなりいろいろな想定を加えてですね、これまでもこの基準を強化したということはありますので、例えばその福島の第一原子力発電所の事故のような、その放射性物質を大量に放出しながら大量に放出してしまうような事故の発生確率が極めて低く抑えられているものと考えていると。ただしその、そういったその基準への適合というのをしっかり確認しまして、法律に基づいて、運転にあたり求めてきたレベルというものは、確保されているというのが我々の判断ではございますけれども、そのご指摘いただいているように、その安全、絶対安全ですということは申しません。そのやはりその原子力施設の安全についてはその絶対安全だとかいうようなその安全神話に陥ることなくですね、やっぱりその最新の科学的知見に基づいて、その我々としても普段にその向上させていかなければいけないと
というふうに考えてございますので、そのご質問に、まあ、直接お答えするならば、その 5.6 テラを超えるような事故が本当に絶対に起きないのかというところに関しては、その絶対に起きないというふうには申し上げていないというところでございます。で、そういう意味ではその田中委員長も言ってられますけど、これで収まるということを絶対保証はできないと強く言ってられるわけですが、ですから知事の発言はやはり命に別にがない、問題が発生しないという言い方はおかしいんじゃないですか。ちょっとなかなかその我々の方からですね、知事のご発言がというところを申し上げることはできないのかなと思いますけれども、ただ我々申し上げてが今言った通りでございますが、まず基準を相当厳しくしましたと。で、その基準には適合しているということを確認しまして、そのだから法律に基づいてその動かすということ、動かすというか、まあ、その適合しているというところの安全性は確保されているということは、我々としては確認しているというところでございます。まあ、それは一部事故が起こる前はそんな話をずっとしてたわけですけど、実際にはそのシナリオ通りはいかないわけで、でして、そういう意味でこういう発言は非常に危険だというふうに思います。鹿児島の方がこの前、後藤正史さん、ご存知ですかね、後藤正史さんのお話でですね、この 5.6 テラベクレルっていうのは格納容器が壊れないということを前提にした数字ですよね。ですよね。大規模に壊れる。はい。ほんで、だけども大規模に壊れる可能性があるんだという、で、彼は2つ言ってたんですね。で、1つは、メルトダウン、メルトスルーですか、その時に水で冷やす。下に水がぽちゃんとこう溜まるように水が溜まってますよね。そこに落っことしちゃったら 水蒸気爆発が起こるんじゃないのと、これ大丈夫なのと、でそれがお聞きしたいのは、それが多分起こらないということを前提にされてると思うんですけども、水蒸気爆発をね、でその根拠はどこにあるのかというのをちょっとお聞きしたいということ一つはね、でそれともう一つは水素は燃やすと、水素は一つは18% になったら、濃度 18% になったら爆発させて燃やすと、それはまあ少なくなるからいいだろうと、大規模爆発につながらないという話なんですけども、この 18% これほんまに 18% まあセンサーで調べられるのかな、うん、で 18% より実は濃かったら、それがそのこう衝撃が伴う爆発をさせるというのは、これは火種になってドッカンという可能性があるんちゃうのとかですね、あるいは今回ちょろちょろこう吸い取るとかですね、吸い取るじゃないわ、触媒でどうしたこうしたとかありますよね、そういうのは本当にうまくいくのかと、でそこの根拠を教えてほしいということですね。はい、今ご指摘ありました、そのメルトいわゆる炉心が溶けてしまった後に、その溶けてしまった炉心をきちっとその何でしょう、冷却するための仕組みが整っていることというのは、今回 その新しい基準の中で盛り込んでございまして、この事業者の対策というのもその確認をしているところではあります。で、またその水素の対策につきましても、やはりその重大事故対策で、重大事故がそのどのように進展するのかというその流れですか、シーケンスですか、まあ、そういったものをかなり丁寧にその確認をさせてですね、で実際にその際水素がどれくらい発生するのかというのも、その細かくその算出をさせた上で、そのいわゆるその爆発に達するような濃度には達しないということは確認をしているというところでございます。ちょっと今よく分からなかったんですけども、要は水蒸気爆発をもう2800度とかすごい高温の核燃料ですよね、それが水にぽっちょんと落ちて水蒸気爆発を起こさないとという根拠というのは、何を根拠にどこかで、例えばね、まあ、火山の三日山評価だと思うんですけど、どっかのサントリーニ火山とかそういう例も自然どうして起こしたとかありますよね。だからそういう、まあ、なんかどっかのこうきちんとした事例があるのかとか、あるいは昨年自体がそういうことを実験したのかとかね、あるいはそういう どういうことでそういうことをその水上爆発が起こらないということをあなたたちは確信したからでしょ、してるの、確信はしないの。そうですね、その事故 そのシーケンスを一つ一つ確認はしておりますので、そのおりますということですね、はい、そのでいろいろなその事故のパターンというものをきちっとその一つ一つ順を追ってですね、何が起こるか、先ほど あったその水素の濃度とか、そういったものは確認をしているというところです。水蒸気爆発
水蒸気爆発についてもその確認はしております。何を確認しているんですか。今申し上げた通りなんですけれども、その事故がどういうふうに起きるのかで、その実際にその溶けた燃料をどういうふうに冷やすのかというところまで、その事故の流れを追って確認をしてございますので、そういったものがきちっとその格納容器のその格納容器に影響を与えるようなその水蒸気爆発というような状態にならないというところは確認をしているということですね。私も鹿児島から来ましたけれども、大事なことは安全ですよ。人の安全、人間のために電気作るんですから、ね、その安全を確認するというのは科学的に検証しなければならないんですよ。科学というのはどうやって何が科学か、実験ですよ、実験。今シーケンス上で順を調べたと言っているように、実験したんですよ。実験しなかったら分からないじゃないですか、どの程度か。例えば兄弟のねミニ原子炉あるけど、あれで実験したんですか、爆発するまで。ちょっとですね、すみません、今手元にその一つ一つそのどこまで実験したのかというところを打ち合わせて、実験しなかったら科学的じゃないよ。その例えばですね、あとはそのシミュレーターというような形で、実際にその、まあ、今回 BWR のプラントについて、その何でしょう、そういう挙動をこう分かるようなそのシミュレーションモデルというものを実際に回してみてですね、その妥当性を確認したりとか、そういうことをやっております。で、ちょっとその実験がどこまでやってるのかというのは、すみません、今手元に持ち合わせていないんですけれども、手元にないにしても、その どの程度の実験をしたのか、今言いましたように、松本さんが聞いてくれましたように、実際の実実験をやったのですか。そうじゃないとデータ取れないし、むちゃくちゃだよ超非科学的なことです。これ非常に今重要です。伊藤知事はもう避難計画が必要ないってまで言ってるわけですから、もうはっきり言ってあなたたちがそれを保証してるってことですか。格納容器壊れることがないから、ゆっくり2週間かけて歩いて逃げればいいと、うん、それ本当に事実ですか。そしたら避難計画はもう全く破棄するってことですか。ちょっとですね、その避難計画に関しましては、その内閣府の原子力防災の方で今というか、その原子力防災会議でも確認したというふうに聞いてございますが、ちょっと直接の担当でないので、あの避難計画についてはコメントさせていただきたいというふうに思っておりますけれども、我々としてはそのプラントの中でですね、その、まあ、放射性物質の放出というところを最後その、まあ、一つの指標といたしまして、その、まあ、伊藤知事がおっしゃっているような 5.6 テラベクレルというものについて、根拠を持って、その審査をしているというところでございます。あのもうちょっとさ、分かるように教えてほしいんですけども、例えばあのどんだけの状況だったら水蒸気爆発が起こるとかね、あるいはどんだけの状況だったら起こらないとか、そういう区別が多分あると思うんですけど、たくさん一挙に落ちたら起こるとか、うん、なんかそういうことってね、僕らの仕事やればそういうふうに思いますよね。だから例えばどういう状況だったら起こってね、どういう状況だったら起こらないとか、でどういう状況に起こるか可能性、こうだからもうゼロに近いという説明だったら分かりますと、だからシーケンスをしたことだって言うだけじゃなくて、やっぱわけ分からないんです、ただ言っとるだけです、なんか。ただ言っとるだけよ、起こらないということも、それじゃ説明にならないもん。それからね、はっきり聞いておきたいんですが、あの今さっきね、水素爆発っていうね、水蒸気爆発も撮ってましたけども、あの冷却がされていかないと格納容器のね、上空の空間に水素が溜まっていくわけですよね。それが爆発する可能性があるわけです。で、よくわからないのは、仙台原発1号機2号機の中に水素の量を測るメーターがついているんですか。これは謎なんですよね。日本の原発でこれちゃんとついているという話は聞いたことがないということを聞いていますよ。これ危ないですよ。何が抜かかったらどうしようも分かってないじゃん。いつどの段階でね、さっき小原君が言ったように、それを爆発させてね、まあ、小さい爆発しかあったできないでしょうけど、それを水に変えるってことでしょう。何それ。ちょっ
っと待って、はい、水素はどういう段階で爆発させるの？水素の濃度が低かったら爆発しないですよね。そうですね、はい、で濃かったら多分もう自然発火して爆発するでしょ。濃すぎたら爆膨状態とかそういう状態が多分濃度が超えてきてることですね、はい、で水素を測る機械がついてないというのはどういうことなんですか？重要なんですか？ちょっとですね、その水素を測る機械がどういうところについているかということすみません、今手元にないんですが、当然ながらその水素の濃度が上がってきたときに、例えばその水素をこう何でしょう、こう小さく燃焼させて濃度を下げるような装置ですとか、そういったものは今回その重大事故対策ということで取り入れてございますので。仙台原発水素についてですか？減塩してます？今ですね、そのまずそういう水素を低減させるための装置というものを、そのあなたは減塩したんですか？ね、今その設置許可、すごく大事なことだよこれは。はい、設置許可という段階でございまして、今はその基本的な設計方針としてそういう水素の濃度を低減させるため の, その装置というものをつけるということを基本設計方針として確認をしてございまして、でこれからですね、その今その例えばその工事計画認可ですとか、まあ、さらにそれがもし合格すればですね、その使用前検査とか現地に立ち入った検査などを行いますので、そういったところで今回その重大事故対策としてつけると言っているものについて、きちんとその設置をされて機能するかどうかというところを確認をするというような順番になってございます。はい、まあ、このクエスを追求してもキリがないと思います。今設置、工事計画の方は後で言ってます、ね、はい。水素の低減装置をつけるってことなんですが、これは工事認可の中で行われるってことですか？それともこれは5年猶予とかそういう猶予期間の中に入ってるんですか？ですね、水素の低減対策に関しましては、今回の審査の中で確認をいたしましたので、そのいわゆる法律上その5年間以内に適用させようと言っているものではないです。今この時点で適用を求められているものということでございます。でちょっと関連なんですが、この装置を取り付けるのに施工時間はどのぐらいかかる予定なんでしょうか？ですね、すいません、施工時間は結局事業者の対応ということになりますので、我々としては現地に最後に行ってですね、それがきちんとその設置されているということを確認しなければ、その最後その障害検査というものに合格できませんので、まあ、すなわちその動かせないというそういうような形になっておりますので、どれぐらい時間がかかるのかというところは特に我々感知はしていない。すみません、水素再結合器というのはそれ自身が水素発火の着火点になるという、そういう指摘もアメリカであるんですけど、ご存知ですか？はい、適合性審査の時にもそういうようなことを踏まえて、そのきちんとその安全に対策できるのかというところを確認をしたということでございます。したということはその結論がある、その経過の説明ができるんですよね。福島の事故の検証もしてないってことですよね。福島じゃ爆発が3つも起こってるんですよ。それは確実に水素が、水素が関わっているってことは分かってるんですよね。それはスリーマイルもそうだったし、チェルノブイリもそうだったんですよ。すっごく重要な問題ですよ。はい、水素に関してはですね、例えばちょっと、審査書に書いてあることではございますけれども、まずその水素濃度が、ところによってその不均一になって、物的に濃くなってそれが悪さをするんじゃないかというような論点ですとか、今そのご指摘ありましたように、そうやって設置している装置自体がの半加減にならないかというところについて、まあ、審査でも、まあ、ポイントというかその確認をしたというところでございまして、まあ、そういった装置についてのその作動状況をどういうふうに事業者が確認するのかということですとか、あとその
そうですね、まあ、そういったところは確認をしたということと、その水素の濃度 その何でしょう、均一性というか、その濃度分布というようなものも、その実際その事業者に、まあ、あの結果というか、その計算を出させてですね、確認をしたというようなことは行っているというところでございます。これら装置類というのは全て点灯ですよね。電気がなくて動く装置っていうのはちょっと想定がつかないんです。そうすると全電源喪失状態になった場合機能しないで、電源復旧した途端に機能するという、そういう、あのいわばですね、停電というのは事故、発火事故のようなことがですね、よくあの地震の時起きますが、まあ、似たようなことが起きるのではないかって、そういう気もあるんですけど、ちょっとですね、今電動かどうかを今手元に持ち合わせていないんですが、基本的にその全電源喪失の時でも、その重大事故に必要なですね、その最低限 その操作ができるようにということで、重大事故対策に必要な電源というものは、まあ、きちんと確保できるということは確認はしております。そこのところは福島の教訓は得てないということですか。いや、そこはですね、むしろその福島 その事故の教訓を踏まえて、やはり重大事故が起きてしまったときにも必要なその電源、また電源のみならずですね、水の供給ですとか、まあ、そういったところは今回そのかなりその基準としても強化をしたところというところになっています。それはあの設計デザイン事項の考え方として間違っています。基本的には福島原発のような状況になったとしても、原子炉がですね、自己制御的に安全に移行するように設計するのが本来の原子炉の自己制御性であり、原子炉の安全設計の基本なんですよ。ステーションブラックアウトを起こしていても原子炉が何の電力や人間の操作がなくても安全に推移するような設計でなければ認可してはならない。それが本来の考え方。まあ、ここちょっとこれ以上攻めてもあれですから、ですね、はっきりしていることは、 1F 事故を受けて、まあ、渋谷アクシデント対策として今言われたようなことをやったわけですが、だけど実際には 1F の事故を考えればそのシナリオ通りいくとはとても思えない、今の話を聞いていてもですね。ですから、あの知事発言に戻れば命の問題が発生しないなんていうことはありえないんですよ。何テラベクトルで収まるはずだっていう、そんなことは誰も信じられない。あなただって断言できないでしょ。近くに家族がいたら逃がしたくなるでしょう。なるでしょう。あのそこを、それを確認したいんです。だから田中委員長もずっと言ってるわけですよ。全くそういう事態が起こらないっていうことは私も申し上げないっていう、はっきり言ってるわけです。それを確認しておきたい。だから知事発言の命に別条問題が発生しないということはないということを確認したいです。そうですね、あのもう先ほどの回答の通りでございますが、その知事のご発言に対してですね、何か我々言えるような立場にはないというふうに思っておりますが、その絶対に安全なのかということに関しては、そのやはり安全神話とかそういったものに陥ることがないようにというのが、やはりそのそもそも我々の組織ができたところ その根源だと思っております。その絶対にそういうことは起こりませんということは、その委員長以下ですね、申し上げていないというところでございます。で、ちょっとすいません、先ほど の水蒸気爆発についてちょっと今発見したところいまして、水蒸気爆発についてはですね、やはりその大規模実験というものが一部やられているというふうに聞いておりまして、で事業所の方がですね、そういったその実験で、まあ、得られる知見を持ってですね、そういったことが、その、まあ、そういったものに対してもその、そういったものに対してもその対策を取るというような、その議論が行われているということになります。議論でしょうがない。実際ですね、その例えばその、まあ、大規模事件のみならですね、やはりその水蒸気爆発に関してはいろいろな、その先ほど申し上げたシミュレーションコードみたいなものもいろいろ開発をされていてですね、でそういったその、まあ、格納容器破損確率とか出てきている論文に対して、その事業者がやはり同じコードに、まあ、自ら そのプラントの条件などを当てはめてですね、その運動エネルギーとかそういった計算をした結果、その評価想定で、まあ、実機で起こるということが、実機でその実験で起こっているような事象が起きないということは確認をしているというところでございます。で今そのご質問があったその発言については、その、まあ、絶対安全というようなことは我々としては申し上げてない
そうですね。で、その今の細かいプロセスの部分では、人が入るとものすごくまずいというのが一連の仕事ではっきり分かっているわけですね。人がマニュアル操作が入るとダメだというと。それは完全に全自動になってないということもよく報告されています。そういう意味で、我々が今言われたことのそのシナリオ通りになるということは、とても信じられないということをお伝えしている。ここの部分はこれで終わります。そして次、2番に移ります。再稼働反対の議論が県議会あるいは薩摩川内市で行われていまして、そこの中で、推進側の理由は国が推進するんだ、原発を推進するんだ、これはエネルギー基本計画ですね。もう一つが国が安全を認めているからという言い方を県の議員とか市会の議員がやっているわけですが、だけど実はそれがとんでもないということが他のその再稼働反対する議員の意見にいっぱい出てきます。それがここに下に書いてあるような文章です。これはかなりピックアップしてあるので、今一応質問として差し上げてあるので読んでおいてください。合成部分はどれも全部規制委員会が関わるものです。で、付け加え、これについて何か一言ありましたらお答えいただきたいと思います。我々その市議会や県議会でもですね、お寄せいただきまして、その今回の審査の結果などをご説明を差し上げているところですし、その結果に対する説明というのは引き続き行っていきたいというふうに考えて、地元のご要望というのもいろいろあるかと思いますが、そういったものを踏まえてですね、そのやっていくということかと思っておりますので、はい、鹿児島から何か今はさっきその核関係が壊れないという説明もね、一切納得できないんですよ。ね、あなたが本当に核のさっきのこう質問事項をあらかじめにして、豪邸と調べくれという数字が出て、これは何ぞという質問利用者が出てるわけでしょ。で、これは要は核関係が壊れないということを前提にしたやつであると。で、その時に壊れない理由はここであるんで、指摘もその水素爆発水蒸気爆発の指摘があるわけですよ。で、それに対してあなたは資料を見ながら、いやそれはちょっとどうかどうのこうのあなた自身が分かってないんですよ、ね、もう分かってないというのははっきりになるわけで、この間の要は例えば地震の問題ね、あるいは火山の問題ね、誰も納得してないんですよ。誰も納得してないで、あるいは核の容器が壊れないという今の説明にしても納得できないわけ。例えば大規模実験があったとかね、実機であったとか何か言われたんですね、ちょっとね、実機でね。だけど、それはいつどこで、どういうことで、どういう、誰がやったとかね、そういうことだったら検証できるわけですよ、他の人はね。だから、きちんとした説明をせんというわけ。この間、鹿児島県内5箇所説明してくださいましてね、県が呼んできていいから。もうあれはもう、要は9年も前言ってるようなことをこう、絵で見してね、言ってるだけなわけで、ちゃんと専門そちらの方の本当にプロを出してくれて、こっちの専門家出して、ここできちんとした議論を交わしてね、そういうことが必要なんですよ。で、鹿児島の311実行委員会からも知事が OK 出した後すぐ僕ら要望書出しましたよ。公開討論会やってくれと。それは何か認識ありますかね。そちら広報係宛てに出したんですけどね、そこで握り潰されたんですかね。わかんない、聞いてる？それそのものかどうかっていうのはよくわからないんですけれども、うん、そういうその、例えば公開討論会やってくれみたいな話っていうのは、実はその、その原発に慎重な方々からもですね、逆に言えばですね、原発 の推進をされているような方々からもですね、いろんなところから実はそういうご要望をいただいてまして、で、それについてはちょっと毒のことにもあるんですけれども、うん、はい、課題が多いのでそこに行ったと思うんですけれども、そういうところはですね、やっぱりその、例えばここは受けるとかですね、ここは受けないというふうにするというのもやっぱりその公平性の観点からも良くないと思いますので、そういう国会討論会というのは今のところお受けしていないというのが現状です。いや、ここは受ける、ここは受けないの公平性というふうにやったらね、みんな受けたらいいんですよ。これからも鹿児島であれば他のところでもやろうとするわけじゃん、私は全部株、だからあなたが決めてね、その要はそれぞれ その立地のところでね、3箇所やるとか5箇所やるとか決めたらいいんですよ。5回とか10箇所やるとかね。
もうそれ決めてくれたらいいですよ。で、ここらはたくさん、まあ、最低 5カ所ぐらい必要だなと、鹿児島県内、旧市町村あるわけです、30キロ圏内でもね。だから9カ所ぐらいやってほしいですよ。で、それぞれの市町村で公開討論会、きちんとやるの。ね、そう言ってくれたらいいですよ。まあ、地元でのですね、その説明に関して言えば、まあ、まさにその県とかですね、その市町村とかですね、そういったところと相談しながら、まあ、どういうふうにやっていくかというのを、まあ、考えているというか、検討してまして、で実際その、鹿児島仙台の場合は、その鹿児島県ですとか、あるいは薩摩仙台市とご相談のような形になったということです。それは分かりますよ。はい、だけども、その目的は住民の理解を得るとかね、県民を理解を得るということでしょ。形も問題じゃないですよ。ね、で、なんか紙芝居ちょとんとやって、質問時間もちょとんとやって、なんかわけのわからん話で終わってしまうわけですよ。で、僕なんか手挙げても当たらんわけ。で、専門家の人もおって、だけど手挙げても当たらんんですよ。インターネットも入らなかった。インターネットも入らないし。だから、だったらね、もうポイントとなるところを延々と議論したほど分かりやすいわけ。そう思わない？うん、すみません、いくでしょ。でやり方についてはですね、その、まあ、インターネット中継どうするかとかいうことも含めて、あれ県の方の取材でということでやってますので、ちょっと我々からもですね、そのどうしてくださいということが、まあ、言える立場になかったというのはあるんですけれども、ただおっしゃる通りですね、そのいろんなやり方があるかと思っていまして、そのただやはりその地元の特にその自治体のご意向を踏まえるということがまずは必要かなというところがあってですね、我々それにはそのしっかり答えていきたいというふうに思っているんですけど、その、ね、市民団体をお願いしたら難しいってことですか？ないしはもうそういう自治体とかそんなんじゃなくて、規制委員会として規制庁としてやるという形でもいいわけですよ。誰もね邪魔なんかしないですよ。ありがたいことですよ、それぞれの自治体にとってもね。あなたたち国なんか時々行って説明会したりするでしょうか。基本的にはですね、そのまさにその自治体の地元のその自治体の、まあ、ご要望に応じて我々としてもその、説明会があればその参加させていただくというふうな形になってますので、そこはもうまさにその地元の方でどういうふうにお考えになるかっていうのがまず第一かというふうに思ってます。そこはちょっとすれ若干その立場が異なるのかもしれないんですけれども、我々としてはそういうところに呼んでいただければですね、しっかり説明をしていきたいというふうに思ってます。自治体はいいんだけど、国民ですよ、主権者は。わかる？ほんで、国民に納得させるのは、あなたたちの仕事でしょ。だから、自治体はどうもこうも関係ないんですよ。わかります？だから、もちろんわかります。だから、説明をきちんとしたいんだったら、あなたたちが説明をすればいいわけです。ただそれだけのことですよ。いずれにしても、我々と今の立場としては、まずはその、地元の、まあ、ご要請に応じてやっていくということなんで、まあ、それは会社の方法についてはそれこそ自治体さんが自家資格とかですね、こういうテーマについて集中討論してくれとかですね、そういうような話がもしあればですね、それは我々としてもやっぱり参加させていただくというような形になると思いますね。おっしゃってることはおっしゃってる趣旨は分かりますけれども、分かったらやればいいじゃん。分かったらやればいいじゃん、はい、あなたたちはね、はい、自治体が間に入ってとかそういうことを逃げ道にしてるとしか思えないんですよ。ほんでちゃんとね、規制委員会としてあるいは規制庁として自信があるんだったら、きちんと公の場で公開討論したらいいわけです。で、鹿児島でやったらいいわけですよ。で、それをやるとして全部誰も反応しないわけですよ。で、もう鹿児島県のやつどう起こって何するか分からんんですよ、こんなことしとったら。それはあなたたちの責任ですよね。だからできるだけ早い段階で鹿児島県で何箇所か、3箇所でもいいですよ、公開討論会やる、1箇所でもいい、とにかくやるの、やったらいいですよ、公開討論会各県1箇所でもやると、それから県と共催でもいいですよ、なんでもとにかくやるとね、その方向で検討すると言っていただいたらとても嬉しいですよね。すいません、いや、この前のやつがあんまり意味がなかったから言ってるの。意味がなかった。そうですか。そう、全然ない。あなたに苦労したと思うんだけど、何の議論も深まらないですよ。
ですね、1時間たって30、当初の予定30分、それを1時間に伸ばしたところで、説明できる人は10人で、再質問できない、ね、それで火山の質問なんてほとんどないですよ、地震の質問なんてほとんどないですよ、それじゃあ、その心配のところは何一つ深められないわけです、一箇所でいいですよ、ちゃんと公開討論会やると、それぞれの立地権でね。いいじゃないですか、その方向でやるの。いずれにしてもここであのそれに対して誤解するっていう分かってるって、ね、分かってるからあなたは下っ端やから、ね、そんな権限なんかないだけどそういう形でちゃんともう部内でも議論するとそういうことから言えるでしょ、うん、そういうことを提案するとそういう要望があったと要望があったことは使います。開催方法については多分いろいろそれぞれのところでやっぱり須田さんもいろいろですからご要望もあると思いますのでそれはそれぞれのご要望を提供していかなきゃいけないと思います。自治体もいろいろあるって言いましたけど、うん、そんなことないですよ。あなたたちの仕事そして自治体の仕事も共通するのは県民、住民、国民のね安全を守ることですよ。第一じゃないですか。それ忘れてるじゃないですか。一方的に説明しちゃえばいいっていうのはそういう話じゃないですよ。例えば我々はさっきね、水素について質問したけど答えられないでしょ。水素のメーターついてるのかそれも分かんない。だったら、宮殿も連れてきて、宮殿の技術者を連れてきて、それどうなってるんですかってみんなの前でやればいいでしょ。ちゃんとありますよ。写真ありますかってありますとかね。そういうことが大事なんですよ。そうしないと誰も納得しないでしょ。それで納得しなかったらどうなるのか、どんなことが起こるかっていうと、日本のね、国民もそうだけど、韓国や中国や台湾、それで離国の、ね、人たちも非常に不安のまま生活しなくちゃいけないわけです。地震国、火山国、日本でね、また地震が起こったら、また原発が事故るんじゃないかと。生きてる心地しないですよ。わかります？鹿児島県の人間みんなそんな気持ちになってるんですよ。そこから、やっぱり公開討論会やんなきゃいけないよって、今、部内でっておっしゃってると、やっぱりそれを若手のね、あなた方が補佐かもしれないけど、やっぱり補佐補佐で集まってさ、会議やってさ、こういう検討会やって、納得させよう。俺たち仕事やろうって。やっちゃおう仕事って。どうしてできないの？それをやらなきゃダメ。若手なんだから。若手ができることはそういうこと。頭が固まらないうちに。そうですよ。すごく大事。貴重なご意見、ありがとうございます。私もかつて東京都都庁の職員でしたから、若い時は頑張りましたよ。頑張ってください。睨まれるね。でもそういうことが仕事なんですよ。安全なのが問題は、他の問題とは違うんですよ。世界を見てるってことを、やはり自分の仕事として考えてる。頑張ってください。ここで細かい話で恐縮なんですけど、先ほど その水素濃度につきましては、この重大事故対策ということで、事業者がですね、新たにその水素濃度測定装置というものをつけるということを確認しているのと、あとじゃあそういったものをどうやってそのしっかり監視をするのかという体制についても確認をしていました。すみません。はい、以上、ちょっと細かいですけど、ございますので。すごいですけど、はい、私さっきと現任したかって聞いたんですよ。その現任についてはですね、その現任は今その地方自治体、だからそういう計画があるんだったら、その工事計画はどんなものであってどうやってつけるのか、ね、もしないとするならば格納容器の中に入るんですか。現任も格納容器の中に入って現任するんですか。非常にね、高等無形っていうかさ、バカげる漫画みたいなこと言ってるんですよ。しっかりそのエカカメラとかもありますので、やっぱりいずれかの形で確認はするんですが、その今それを確認した仕様っていう段階では、ございませんので、これからその工事計画の認可とか、その障害検査というのを行う予定ということでございます。さらにすごいですが、それで安全が確認されたことにはならないでしょ。正確で安全ってもおかしいじゃないですか。それについてはさっき出たのでいいと思います。じゃあちょっと連動してきたので、1、2はこれで一旦終わります。また後で戻ってくると思います。で、3番に入ります。私ども今回こういう形でやったもう一番の原因きっかけなんですが、工事計画、それから法案規定、それがどうなっているのかということを知りたいということです。
で、あの一応、委員会でなんか説明されて、1号機が12月の第2週までに、それから2号機がその後2週間、2、3週間遅れて、今年中に出るかどうかぐらいかなという感じの質問が、これは記者会見だったかな、そういう会話されていたと思いますが、それについてまずお答えください。ですね、ここに書いていただきました予定については、11月の終わりにですね、その審査会合を我々開いておりますが、その際にその九州電力の方から説明があった内容でございまして、で、まあ、正確に申し上げますと、そのまま書いてある通りなんですけども、公認に関しましては、1号機は12月の前半と、で何週目なんだというふうにお伺いしたところ、第2週目どということはおっしゃっている。と2号機はその2、3週間遅れというふうにここに書いてある通りですね。でかつその2号機の工事計画認可の補正と同じタイミングで保安規定についても補正をする予定ということはおっしゃっているというふうなところですね、はい、それで次の質問に行くと、なぜ再補正が必要になったか。はい、再補正が必要な理由はですね、補正を提出されたのがその9月とか10月にかけてその段階的に提出されておりますが、その後我々の中でもですね、ヒアリングを日々行っておりまして、例えばその、まあ、先ほど申し上げたその設置変更許可の申請書と記載が合っていないところがあるですとか、あとその、まあ、その工事計画認可の中にもですね、そのなんか本文パートと添付事項、添付書類というのもございますけれども、そういったそのお互いに記載が合っていないですとか、そのまあ記載が整合していないというようなところが見つかっておりまして、そういったものを我々からも指摘してございますし、またその整理展開などで多分事業者が確認する中でもですね、やはり修正をしなければいけないところというのが出てきているというふうに考えております。すみません、もうちょっと具体的に言ってください。たくさんあるんだったら何でかでいいか、具体的に言ってください。本当に何が記載があってないか、どんなふうに。ですね、ちょっと、例えば具体的にはですね、すみません、私のこと言うしかないですけど、イグナイターの起動条件をどう考えるかというところに関して、やはりその記載すべき事項が、まあ、基本方針では、その方針しか書いてないところについて、具体的な、じゃあその、工事計画に落とし込むときに、その考え方がやはり整合が取れてないんじゃないかというような指摘があったというふうに聞いておりますけれども、かなりですね、その、イグナイターって、スイスペーション。失礼しました。はい、ゆっくり話して、中野さん、失礼しました。工事計画の落とし込むとかね、ちょっと普通の人間が分かるようにいないよ。普通の言葉を使ってるのはみんな。ですね、その、まあ、工事計画ですと、工事計画とか、あとその保安規定といったものも補正するというふうにおっしゃっていますが、保安規定は実際にその、事業者が、後にも出てきますけれども、そのじゃあどういう時にその原子炉を止めるんだとか、その原子炉を止めなきゃいけないような時には、どなた、社内でどういう人と相談をしながら決めていくのかっていうような、かなりその細かいですね。そのやり方についても書かれるところというのがございまして、そういったその細かいやり方というのを具体的に見てみると、もともとその基本設計といってその9月に認定許可したその設置変更許可というものと考え方が整合していないんじゃないかというようなところが、あるいはその整合していないというか、その整合していることがよく分かりにくいので、表現が分かりにくいので、それを記載を直すべきでないかというような、その指摘を我々の方からしているというところです。すみません、お言葉ですが、原子炉を誰が止めるのを決めるなんていうのは怖くないですよ。ものすごく根幹のところの話ですよ。ですね、その、まあ、設置許可というそういう段階的に規制をしている中で、その設置許可と比べると細かいという意味でちょっと申し上げました。工学的な安全性とは違う次元ですが、根幹です、それは。それからイグナイターの起動条件もこれ根幹です。先ほどから議論があった水素燃焼の話と全く整合、バッティングする話であって、一体どういう条件でその水素燃焼装置を動かすか、失敗したら爆発するんですよ、これ。だからそういうところの細かい話があるわけがないんで、それを今議論してるっていうのは私には全く理解ができない。それで工事計画とこの保安規定、保安規定のはそういう運用の方ですよね。工事計画は実際に工事を
するにあたって、まあ、その設計同期した通りになっているかどうかということを確認しているということだと思うんですが、工事はまだやってないんですよね。ですね、その工事は結構福島第一原子力発電所事故が起きた後にの例えば緊急安全対策などといってその津波のための対策とかそういったものを、まあ、一部事業者にその保安員の時にですね、すでに取らせたというのもありまして、で今回それがその、まあ、緊急安全対策の時にはその基準化されておりませんでしたが、まあ、今回その新しく基準に盛り込んだというようなこともございますので、その厳密に申し上げると工事をその一部その、まあ、保安員の指示などに基づいてやっているところはあるというところです。ちょっと聞きたいんですけどね、まず審査庁っていうのは新規設計人による設計変更が基本的に合格になったと。でその合格の後に、工事、通常でしたら工事計画委員会、つまり施工方法ですよね。施工のスケジュールとか、それからどういうところでどのような施工をするかと、例えば工場現場施工なのか工場施工なのかということを含めた委員会だと思うんですが、で例えばここに書いてあるのはクラス1、クラス2、クラス3、まあもちろんクラス1というのは圧力容器とかですね、非常に炉心の冷却設備とか、2番、3番って、相当大まかな工事があると思うんですが、これらの工事というのは当然、工事、計画認可の終了後に工事を行われるわけですよね。通常そうでなくても、それは事前着工であり、もしその事前着工っていうのは認可と違っていった方法でやっているとすれば、当然やり直す工事になるし、ではそれをどこで検査するのかということになるわけですから、まあ、私は建築の仕事やってるんですが、建築では絶対にそういうものが認可を得ない限り工事を判断しますと、事前着工、事前工事として全ての認可を取り消しになるわけですよ。当然たかだか建築基準法の枠内でもそのようなことに行われているのかかわらず、この原子炉の重大な、ね、施工方法については当然認可を終わらなければ工事ができないというふうに判断するんですが、その辺はどうでしょうか。そこはですね、その今申し上げたような事情によって、その新しい基準が施行する前からですね、追加的に安全対策をやっているものがその後になって基準に盛り込まれてきたというところが実態としてございまして、の原子力規制委員会の方でもですね、その何でしょう、新しい基準を施行する時の考え方について議論を行いまして、まあ、考え方としてはやはりその既に着手して、あるいはもう工事が終わっているようなものにつきましては、その途中で止めるということはしないけれども、そのしっかりその、まあ、最終的にはその工事計画認可のみならず、商売検査といっての現地に行って確認をするということを行いますので、それをきちっとそのできてしまったからといって、それが合格するわけではなくて、それをきちっとクリアしなければ最終的な合格にはならないというような考え方をその、まあ、経過措置としてまとめたというところでございます。もう一つでよろしいですか。じゃあその事前工事やった部分と、それからその新しくその基準ができてからやった工事の中で、その事前にやったものがね、設計し新しい新基準の中と外れたものってないんですか。それともう一つ検査って言いますが、それは外部の目視検査ですか。目視検査しかできないじゃないですか。工事施工が終わったものに関してはどうなんでしょうか。どのような検査をやってるんでしょうか。とですね、その工事計画委員会はまさに今出てきているんですけれども、その中ではそのでさらにその工事計画認可が認可されると、施工前検査の申請という形で出てきますので、その法的な手続き上はですね、まだその検査のやり方とかをその申請に基づいて見れる状態にないんですが、その当然ですね、その工事計画認可の段階からですね、うちの中でですね、検査の担当の者がどういう確認の仕方をするのかということを確認というか、まあ、やっておりまして、であとその考え方といたしまして、その、まあ、事業者がですね、自らその検査をしたものを我々としても間接的にというか、まあ、それを確認するという、その事業者が直接検査、それの間接的な検査というような考え方もございますので、そのやり方については今この検査の担当の中でも検討しているというところでございます。ということは、まだ基本的にはその工事認可に基づいた工事というのはまだ施工されてないんですね。そうでなければ、なし崩し的に、それは前のね、
あの選挙知事ができる前の工事なんだと言って、なし崩し的にやって、どの段階がそうなのかわからないじゃないですか。普通でしたら認可を得なきゃ絶対工事やっちゃいけないんですよ、こんなもの。普通でしたら、事前にやったとしたら、その工事をストップし、自分たちが、あの原則選委会が安全である方法をね、持って新しい工事をさせるわけであって、誰だったらね、その工事をやらせていくこと自身が、それはあまりにもね、事業主を信用しすぎじゃないですか。そうじゃ何のための事かわからないじゃないですか。何のための認可かわかりませんよ、それは。認可なし崩しじゃないですか、それじゃ。だから僕は方には、普通認可を待って、クラス1、クラス2、クラス3のね、施工が行われた、この3年、5年かかると思うんですよ、普通。認可を待った同時にね、施工検査が終わります。施工前検査、使用前検査です。こんな場合のことあるわけないじゃないですか。じゃあいつ工事やるんですか。クラス1の方の工事やるんですよ。クラス2の方の工事、クラス3の方にやるんですよ。それ以外の周辺工事じゃないんですよ。だから相当時間がかかる。ところがね、来年2月には3月には原発が再稼働。ああいうのはないじゃないですか。認可がどうやって工事はこれから検査やるのか。もちろん規制委員会から当然現場管理官がね、行って施工方法全部チェックするわけですよ。施工していくのも違うわけですよ。工場検査もあるわけですよ、当然。溶接の長さの検査、肉厚検査、顔の検査、全部やるでしょ。そんなことやってたらね、すぐにもう1ヶ月にかけて工事終わりませんよ、こんなもの。3年、5年かかりますよ。だからそれが全く分からないんです。お願いします。お答えください。あのですね、今申し上げた通りでございまして、その基本的にはそのおっしゃるようにですね、その本来その基準の方が先にあれば、そのおっしゃるようにのやり方というのが、まあ、法律の考え方ではございますが、やはりその福島第一原発事故の教訓というか、まあ、前で基準の前にやらなければいけなかった、まあ、やるということを決めた法律などもありますので、それについては一応やっているところがあるというのが、その答え。ただ、その申し上げました通り、しっかりその使用前検査というのを行いますので、別になんかその工事が完了しているから合格ということは決してございませんので、しっかり一つ一つその確認をするということでございます。いや、今ちょっとびっくりしたんですが、一富士湖前でやってた工事を今すでにやってるから、もう工事計画は終わったらすぐにもう出来上がる。違います。あのですね、まずあのスケジュールに関しては我々その、まあ、必要な検査をやるということでございますので、別に年度末に終わらすなんていうことは一言も我々としては申し上げておりませんので、スケジュールは全く、ちょっと前後しましたけど、この質問の3の一番下の行の、まあ、順調にという言い方変かもしれないけど、今の状況で再稼働までにどのような段階を踏むのかというのをまず教えてください。はい、段階といたしましては、その今はその工事計画認可と法案規定変更認可申請というものが出てきておりますので、それの認可できるかどうかの審査を行っております。でまずその工事計画認可がもしなされればですね、次はその現場に行って確認をするための使用前検査というような検査ございますし、またそもそもその仙台原発はその、まあ定期検査を終わらせないで今は止まっている状態ですので、その定期検査として残っている項目というのも終わらせると、要はその法律に定められた検査として使用前検査、定期検査という2つの検査を終わらすということでございます。で、法律的にはその検査が完了すれば、その特段その動かしてはいけないというような阻害はなくなるということになります。使用前検査と定期検査はどっちですか。あの申し訳ないけどね、今あなたが中西さんに言ったことを聞くと、事前に事業主がやってる施工方法を承認する基準を作ったとしか思えませんよ。そういうことでしょ。基準をさ、後からさ、上乗りしたべきだって、事業主はこういうことを施工しました、こういうことやってます、事前にやってるんですよ。それを基準として承認した以外ないじゃない、新しい基準じゃないじゃないですか。常識的けれども、その我々その事故を受けてですね、もともと基準を見直したという時に、もうすでにその施設というのが存在するという中で、やはりその厳しい基準を作るんですよねということで、作ってまいりましたので、その施設の状態に合わせて基準を作ったということはございませんので、それは単なるその順番の問題というふうに考えてございます。
そのでただしかもそのこれからその新しい知見が出てくればですね、それもその基準に盛り込むということをやっていかなければいけないんですが、その現に施設があるという状態は変わりませんので、ただその今の施設の状態がこうだから基準を甘くしようというような考え方はもう通用しませんので、そこはそのきちんと新しいその技術を取り入れて必要な許可基準なりその工事の基準なりというものを入れていくという考え方は変わらないというふうに考えております。いや今整理しますとね、その工事計画の認可が今審査中だと、再補正がまあもうすぐ出るというそんな段階だということを、全く極端に言えば規制庁待ってればいいという段階でしょ、補正書が出てくるのだから一般の免許証の審査とかで言えば待ってればいい状態なんですよ。にもかかわらずそれだからこそ、その工事計画 その工事はやってないですよねっていう質問、これは工事の常識として建築の専門家が聞いてるわけです。それに対してやってるっていうのは、だからこれは、電力会社の責任でやってるんだということなんでしょうけども、それにしても、1F 事故前の指示があったからやってたっていうのはどういうことですか。事故前ではなくて事故後です。そこにその津波対策などでやはり足りないところがあったので、例えば電源管を上に移すとか、まあ、それなら津波対策をきちっとするとか、まあ、そういったことをその事業者に、まあ、指示したというの、あ、そうです、満員の指示でやっているものもありますし、あとはその電力会社にやられたということもありますし、その事業者としてもですね、その基準になくてもその自らやはりやらなければいけないということで自主的な対策として行っていたものもあるかと。いや、保安委員が指示したものの中で、中にはオーバースケールになっているものもいくつかあったりして、それで結局現在の新規制基準とそれから保安委員のストレステストの時の基準とがバッティングしているものもあるんですが、一体どう整理されたのか私は非常に不思議なんですけど、例えば津波波高については 15.7 メートルとしておきながら現在6メートルですよね。そうすると15メートルで設計建築したものっていうのは実際にオーバースケールになったらですけども、それについては電力会社はどういうふうに新規制基準の中では整理をして提案をしてきているのか、その辺についてはどう変更してきているのか。ストレステストの時のとの関係ということだと思うんですけれども、ストレス、まあ、今津波の話が出たので津波のところで申し上げると、津波とストレステストとあとは緊急事態策という方です。緊急事態策、そうですね、確かその、緊急安全対策の時にはその福島並みの津波が確か来た時とか、あとはその元々想定した津波より確か 9メートルクラスとかそんな感じだったと思うんですけども、というのが来た時でもその、だから余裕を起こさないような対策を取るということで、まあ、ある意味そのシリアクシデント対策というのを、まあ、先取りしたような形で保安が指示を出してやっていたというわけですね。で、あとそのストレステストに関してはあれはその結局、そのまあ基準が、新しい規制基準というのができてないような状態でしたけれども、その中でその、ストレステストを行って、それがまあ合格すればその再稼働を認めるとかですね、まあ、当時 その、まあ、四大臣会合でもありましたけれども、ああいう中でその、その再稼働を認めるための条件としてああいうものを課したということで、その法律的な裏付けというのはある意味全くなかったものです。で、今回 その規制基準の中ではまずその津波の対策としては基準津波というのをまでには大きく設定をして、でそれに対してその、敷地に津波を侵入させないとかですね、こうやって入って漏水して入ってくるようなところでもちゃんとガードするとか、そういうような対策を講じた上で、さらにそれを超えてその重大事故に至らないようにシビアアクシデント対策を取ると。例えばその監視機の電源車とかですね、あるいはその注水監視の注水設備を設けたりすることによって、まさにその緊急安全対策でやってたようなメニューのよりもまあもっと多いものっていうのをそのシビアアクシデント対策として盛り込んでいるというそういう関係になります。結果としてだから緊急時安全対策の方が津波に関しては高いわけですよ。で、いわゆる、今回の規制基準の中で出てきた6メートルというものと比べれば、まあ、倍以上違ってくる。そうなってくると、じゃあ九州電力は最初に緊急時安全対策として15メートルの対策を取っていたけれども、
現状実際の津波の対策としては6メートル 6.1 でしたね。そういう数字で、計算をしてやっているということになれば、当時やっていたことを結局やめちゃったといいますか、そこまでいかなくてもいいんじゃないかということで値下げして、まあ、値切りしてるんじゃないかと、そういう疑いがあるんですけど、その津波の、緊急安全対策の時のその考え方っていうのはまさにその、今回その、その 3.1 の時に起こった津波っていうのがまさにその、どういうメカニズムとかですね、そのどの程度のもので起こったのかっていうのがまだはっきりしなかった時でもありますし、それでそのじゃ あの日本の原発では全部身側にあるんで、その津波対策、まずその津波のどのくらいのものが来るかっていうものを想定できない中で、そのじゃあもう、まあ、ある言ってしまえば大きな数字だと思うんですけれども、じゃあその福島並みのものが来た時でもその電源車の津波のゴミとかができるようにしといてくださいねと、いうようなものを確認したということなんで、その規制の基準ではなかったんですよね、まず一つ申し上げれば。でそれからそのじゃあ今はそのまあ値切っているんじゃないかっていうふうなお話だったかと思うんですけれども、それは逆にそのこうやってちゃんとその津波の想定っていうのをまずしっかり決めてください。でその上でそれに対して対策を取った上でそれを超えてくるものについては、だからまあ例えばその福島の、仙台の場合6メートル、浸水時で6メートル、最大6メートルの想定をしてますけれども、それよりも超えてくるようなものについては当然そのシビアアクシデント対策の中でもカバーをするということになっているんですね。まあまさにそのシビアアクシデント対策の中に入っているメニューというのはですね、その緊急安全対策に含まれているものというのをまさに考案してますので、そういうようなことになるかと思います。放水銃みたいなものは当時から計画していたようですから、それは確かにそうなんでしょうけど、しかしながら当時言われたことっていうのは結局津波の高さの波高の計算っていうのは非常に難しい、何が正しいかって言っても結局のところ福島が想定したのは 3.122 メートルですからね。でその後の常磐津波の時にやった時だって 6.1 ですから、結果的に来たのが 15.7 と、もう2倍以上、もうこうなってしまったら何を想定していいかわからないっていうのが、これは東電も含めた電力会社の考え方、要は頭の中ではもう大混乱が起きたわけですよ。でそこで企業最大にとりあえず合わせておくしかないねというところで 15.7、 すなわち福島級の津波が来るという想定をしてしまって全体を合わせようとしたわけですね。だけども今になってみるとあちこちでそれ以下のものもいいですよというふうになっているので、またそれはある意味一つの安全神話、結局津波の波高想定なんていうのはいつまでたっても正しくできないですよということが最大前提としてあったはずなのに、そこのところがいつの間にかまた管轄の名のもとにすり替えられていると。じゃあ本当に6メートルで済むんですかということだって本当のことはわからないわけじゃないですか。なんでそれを 15.7 でやったものをですね、6でいいですよ、そこから6から15の間っていうのはそれこそ、いわばかさ上げしたですね、シリアクセント対策のいわば昔で言うならば、想定を超えた来る津波に対してのいわば残余のリスク、それと同じ考え方ってしかないわけじゃないですか、法的には。 15.7 メートルのあの時も結局はその、まあ、ある意味言ってしまえば同じですよね。その結局その例えば降雪の設備でその津波に対して例えば防護壁を作って風にシャットアウトするとかですね、そういうような対策ではなかったので、そういう対策でやればいいって言ってるわけ、うん、だそういう意味でだから 15.7 対策でちゃんと津波については気を最大でやったらいいじゃないかと、なんでそれを6でやるんだっていうことです、うん、だそこについてはもうそれぞれやはりその、まあ、地震もそうですけれども、その自然現象に関してはやっぱりその立地地点のそれぞれの特性がありますので、例えばその、太平洋側 の福島ですとか、あるいはその、まあ、浜岡ですとか、ああいったところっていうのはそのプレートカー の津波、大きな津波が来るようなところも近いですから、当然その大きな津波っていうのももちろん想定しなきゃいけないということだと思いますし、あるいはその、そういう津波の破片が近くにないようなところにも回り込んでくるようなこともありますので、そこはちゃんとそのしっかり評価をした上で基準津波なり基準地震動を作って、それに対して防護するというのがまず設計の基本としてやってもらうということだと思います。津波の原因なんて山のようにあるんですけどね、はい、一つは横ずれ断層なんかの場合の陥没津波っていうのは、これはもう誰も経験したこともないような津波ですけれども、まあ、日本海中部地震が起きましたね、うん、それから豊島地震っていうのは、あれはもう火山の山体崩壊ですよね。そういう考えてみたら甑島っていうのがありますよね、うん、あれの近くに火山海底火山が噴火したらどうなるか、
あの辺はみんな南九州といった火山地帯ですから、海底火山がどんと噴火をする可能性って否定ゼロではないわけじゃないですか。もう口永良部島も噴火してるわけですし、というふうに考えていけばですね、どこでし、それこそ想定外の津波が発生するかわからんぞというふうにとりあえず立てるべきではないんですかというのが一つと、それからもう一つは横ずれ断層地震というのはこれは非常にもともと評価が難しいものであって、つまりすなわち断層評価とそれから、ね、実際における地震動の評価というのはずれる、大きくずれる傾向がある。要するに、断層の 縦面のずれが見えないですから、どのくらいの歴史地震の大きさだったのかということはわからないとかですね。それからもう一つ言うならば、あえて言うならばですが、原発の基準地震度は620だって、わけのわからん基準で作ったねと。だったら気温最大のなんで2300にできないんですかということもあるわけです。この点は、まあ、5月にも話しましたし、いつも我々言っていることで、基準、新規制基準が現状に合わせていると言いますかね。そういうところが強くあるということは、まあ、我々いつも指摘していることなんですが、津波のことは今回質問には入れてなかったので、今指摘だけにとどめます。それで、もう一回3番に戻りますけども、まあ、手順は分かりました。それで、これ、まあ、公式計画もこれで9月10日に総設計の方が終わってからもう3ヶ月経ってますけど、これだけかかって、これ、まあ、向こうのそちらの記録を見たら、ヒアリングと使用する、まあ、宮殿と規制庁の打ち合わせというのもすでに627回やられているんですね。ホームページ見たら。で、最後の、私が見た時の最後のは12月3日なんですが、なんと宮殿の人が84名出てるんですね。発電本部、原子力工事グループ長、ほか84名となります。規制庁の方が20名ぐらいでしょうか。で、言いたいことはこれだけ引きれなしにずっとやってきている中で、今後の見通しですが、見通しを一つと、それからさっきのお話でもよく分からなかったですね。設計の書類とその今の変更の書類が合わないから、まあ、その記載が合っていないから書き直させたという、そのレベルの問題なのですか、それとも本当はもっとその例えば基準地震度620でも小さすぎるんですけど、それを満足させることがなかなか難しいからいろんな策をしているという、そんな事情じゃないかというふうに私は想像しているんですが、その辺にもう少し中身、どういう項目の部分で問題になったかというのをお聞かせいただいていると。そうですね、やはりその工事計画認可は何より分量が非常に多くございまして、まあ、大体1万ページずつぐらいとか言われておりますけれども、まあ、それをその、まあ、確認をしているというところですの で、かつですね、その9月の10日の日にですね、許可した設置変更許可というものを大前提にしてやっておりますので、もちろんそこが変わるということはないので、その上でその工事計画認可の書類 その2万ページある書類の中で分かりにくいところとか、その、まあ、いろいろなところに同じ数字が出てきたりとかすべきなのにちょっと数字がずれたりしないかとか、まあ、そういった確認でですね、かなり時間がかかるというところはございます。今後の見通しはどうですか、その今週中に1号機が出て、まあ、2週間遅れているとして。ちょっとですね、見通しは非常に難しくてですね、まさに12月3日と書いてございますが、もう連日そのヒアリングをやっておりまして、その、まあ、なんかその何割進んだというところも特になんかその申し上げられる、まあ、いろんなところにパーツ書かれてやってますので、ですから、まあ、2週目というと、まあ、普通考えると明日で終わりなんですけれども、でなんかその明日持ってくるというような話ですとか、そういったところも特に聞いてないですので、まあ、いつ出てくるかというのはよく分かりませんし、かつその出てきたものがですね、またきちっとその指摘が修正されていればいいですけれども、その修正されているかどうかというのはやはり確認をする必要がございますので、その、まあ、出てくるものの出来次第というのもありますので、と一概にそのどれくらいかかるということは申し上げられないというような状況です。で出てきたものがある程度 そちらからその期待しているものであったとしたらどれぐらいで終わるんですか。ちょっとですね、それもやはり分量が非常に多いですので、ちょっとですね、見通しは申し上げられないんですね。こちら急いでほしいと言ってるわけじゃないですか。我々は分かんないです。前もですね、5月に地震の問題でいろいろ指摘させてもらった時にも、渡辺さんいつもこれはまだ審査中だから、まだ審査中だからということで僕らから見れば逃げられたんですが、まあ、実際にはそのままで OK 出してるわけですよ、9月10日に。だから、
このままだとあなた方また次にこの工事計画が出た段階は年末に全部が揃った段階、年明けにちょっと審査してすぐに動き出すのかという心配をしているんですが、その、まあ言いにくいでしょうけど、その大体 OK だったらこれぐらいの期間で出るというのは出ないんですか？ちょっとですね、それは見通しが立ってないという状態です。はい、で、これについてはですね、国会の原発ゼロの会でも指摘あったんですが、当然これだけ期間がかかったものですから、確かに分量的には細かくて難しいとは思うんですが、青米にかけてほしいという要望が国会の方から出てまして、でそれに対して検討するというお答えだったんですが、今現在、それについてはどうでしょうか。今のところ、特段その結論も出てないというふうに、ちょっとでまたそのものを言ってないんですけれども、やるかやらないかまだ決まってないというふうに認識しています。やるかやらないかまだ決まってないということですか。で、ゼロの会などでもご要望ありましたので、それはお伝えはしておりますけれども、やるかやらないかは決まっていないということがあります。要望してもう1ヶ月以上経てると思うんですが、やるつもりならばもう早く用意しないといけないですよね。もちろんまだ OK が出てないから高浜にかけられないんですけども、一方で高浜の設計の方の枠組みをやるというようなことが規制委員会で確認されています。ですから工事計画についてももう一回我々からも強く要望します。工事計画法案規定についての枠組みをかけてほしいということ、いかがでしょうか。すみません、ご要望があったことはですね、以前もですね、ご要望あったところをお伝えしてますし、そのお伝えさせていただきますか。絶対やるとは約束できない。はい、ちょっとそれもお約束できないです。はい、でももう一つこの手続き面で確認しておきたいんですが、最後の、塩前検査ですか。塩前検査っていうのは、現地に行って実際に見られるわけですね、委員と。ですか。通常はですね、やはり検査官の、資格を持っているものがですね、検査官が確認をするということになりますので、委員が行ってやった塩前検査というのはこれまではないです。はい。はい。多いでなんかそういう感じで言いにくくなったと思うんですけど。一つはその新基準 その審査のための現地調査というものは行っておりますし、大井の際は特別な保安体制とか、なんかそういうことで委員が行ったかどうかすいません、ちょっと今わからないんですが、そういったその委員が発電所にということもこうありえますけれど、ありえるというか、その例としてはあるんですけれども、今までの塩前検査というと、ともかくその今回その新しい基準の適合性ということでの塩前検査は初ということになりますので、どういうふうにやるかというところも決まっていませんが、基本はその検査官が行うというのが基本であります。検査官がやられるとして期間はどれくらいかかるんですか。ちょっとこれもですね、実はそのやはり2番ページのその公認工事計画認可をやる中で、先ほど申し上げました通り検査をどういうふうにするのかということを考えているところはあるんですけれども、実際はやはりその事業者の方がその検査申請というしっかり出してきて、でその検査方法でいいかどうかというようなことも確認を始めますので、まだその具体的にどれぐらいの工程があるというところが見えているものではないんですね。昨年定期検査との関係をちょっとあなたがおっしゃってたけど、定期検査の方が先になるんですか。失礼いたしました。ですね、その検査にはまずその原子炉を動かす前にきちっと確認をしなければいけない部分と、動かした後にそれがその健全に動くかという観点で見なければいけないものというのがございまして、ちょっと塩前検査されたわけでどういう申請が出てくるかなども申し上げられませんが、一般論で申し上げると起動前にやらなきゃいけない塩前検査ないし定期検査というのはそれをやると、であとはその動かした後に見なければいけない項目というのをやるということになるかと思います。でそのどちらが前後というわけではないというふうに思っておりますが、ただ塩前検査のやり方はちょっと今その検討をして、塩前は塩前検査の方が先で、その後に定期検査をやるんですけど、はい、で定期検査の中で動かして動かさないで、すみません、塩前検査が先でその後定期検査なんですけど、定期検査の中で動かさないで動かす前にやるものと、原子炉を起動してから試験するものとがあって終わりという形になります。順番としては使用前、定期検査ってのはサイクルがあるんですよ。使用前検査ってのはこれからいつ進めるわけですよ、うん、
高齢化定期検査の確実の後ろになるというのは、障害検査はあって想定するということじゃないのか。あんたは何ですか。論点に来たらどういうか考えられない。いやいや、その障害検査やらなきゃいけないですし、あとその定期検査はもうやらなきゃいけないんで、もちろん。で、その時に、その要は、その障害検査が終わるまで動かしちゃいけないという法律上になってますので、まずは障害検査は確実にやる。障害検査は先で定期検査があるというのは、そうですね。じゃあもう一回、障害検査の工事計画というんですが、その検査計画書を事業者が出すという話でしたね。で、それはこの12月末までの部分に入っているんですか。障害検査の申請は工事計画の認可の後という認可になったんです。はい。じゃあ、この工事計画認可とはっていうね、工事認可計画の中なんですが、いわゆる認可とその届け出ってあるんですが、まあ、クラスさんは届け出ということなんですが、まあ、会場に関しては認可ってことなんですが、届け出と認可なんですが、認可は全体の何割ぐらいの認可ですか、届け出に関して、全体の中で。つまりクラス1の認可がどのぐらいあるかってことなんです。宮さんが届けてあるということであれば。というのは、認可に関わることと届け出に関わることは全然違いますからね、レベルが。つまり認可の施行制度と届け出の施行制度も当然違うと思うんですよ。それで認可というのはどのぐらいのね、業務があるものなのか。つまり検索項目が極端にはどのぐらいのかなんです。それによって、いわゆる認可後の施行時間、施行期間というのは相当かかりますから、それが知りたいんです。つまり届け出っていうのはどのぐらいの検査がしてるのかわからないですが、ほとんど検査しないんでしょう、これは。非常に重要な点なんですよ。認可の中で確認をするということかと思いますし、まあ、再三申し上げているとおり、そのなんかスケジュールとかいうのはですね、別にこう我々はあまり気にするところではないと思いますので、しっかりその一つ一つ確認をするということかと思っております。それと認可というのはクラス1が認可で、クラス2も認可ですよね。クラス3が届け出ということですよね。それでよろしいですよね。ここにちょっと曖昧みたいな、ね、ただクラス3が届けてるのも、モニタリング設備が届けてるというシステムをちょっと理解できないんですが、本来こんなのはクラス1にクラス3全部認可なきゃいけないと思うんですが。ですね、クラス1、クラス2、クラス3というのは、アテジオの分類上 の、 クラス分けでして、多分ご存じだと思うんですけども、でその、工事計画 の、 その認可や届け出が必要な工事というのは、原子力規制委員会 の、 その規則の中で、それぞれその施設ですとか工事の種類っていうのを列記してまして、それがその例えば認可の部分はクラス1クラス2とかですね、届けの部分はクラス3っていうふうな形で一対一対応しているわけではありません。でそれこそ そのそれぞれの例えば施設の中にもその、ここの部分はその安全重要分類上のクラス1の部分とかクラス2の部分とかクラス3の部分というのがありますので、それぞれがそのクラス1だから認可とかそういうような対応になってないんです。そしてクラス3の中にも認可のものがあるということですね。もちろんそうです。そういうそのなんて言うんでしょうね、その設備ごとですから、その設備の中でクラス3の部分があったとしても、それは当然それも含めた上で認可としての対応になります。3終わりますけど、言うて聞きますけど、その今補正再補正書を待っている段階で、ですから先ほどのお話があったように、11月の終わり頃に審査会合で、それに、まあ、12月初めに出すといった、中旬に出すといった、あまりにも期間がかかりすぎていると思うんですね。で、それはやはりその、
その単なる先ほど言われたような記載があってないということだけじゃなくて、結構大きな問題を抱えているからじゃないんですか。あのですね、その、まあ、今まで説明した通りということですね。特に大きな問題は発生してないんですか。あのまあ、その審査をまだ行っておりますの で, その、はい、でかつその大きいか小さいかというのは難しいところがあるんですけど、まあ、そのままで言ってもいいです。じゃあ次4番に行きます。4番についてはこれあの図面と文字に質問が加えてますので、まず順に答えてもらいましょうか。ごめんなさい、ちょっと待って、この辺のことに関して後で回答書みたいなのもらえるんですか。今のことに関しては、先ほどね、僕が言ったその事前着工なのかどうか、それから認可後の工事に関してね、なんか全然曖昧な答えしかないんだけども、これに関しては正確なね、何が事前の着工や認可後なのか、何がその認可後の工事なのかってのは、これ大まかにですから、概要で工事内容の概要はあってもらえませんかね、こういうのは。けじめがつかないから、そのと、ここでやってることは。最終的にその潮前検査で確認をするというところは変わりませんし、その、まあ、検査書などもその、まあ、検査書というか検査記録というものもまとめて後でその公表しているということになっておりますし、今この段階でですね、その工事ということについて申請が出てきているものではございませんので、今その申し上げた考え方でやっているというところです。いや、潮前検査ってのは工事を担当だからどうにもならないんですよ。工事する前なんでしょ、だって、まだ基本的には。工事認可が下りてないから、まだ工事できないでしょ、基本的には。それが下りてから工事やるんでしょ。ちょっと潮前検査、ごっつい知らないでくださいよ。潮前検査ってのは環状検査のことでしょ。工事終わってないのに環状検査ないからね。その辺が結論が判定しないって僕言ってるんですから。さっき、中議員の方から説明したのは、今回はその、まさにあの新しく基準に、今までもあの事業者が作っちゃったようなものとか、それこ そ, その工事を始めちゃったものについてもその、新しい基準の中に盛り込んでちゃんと基準に出してくださいという確認をするというふうになったので、その基準、例えば今工事計画で工事こういうこれやりますっていうのが出てきてるんですけれども、それが今その現に工事が行われているのか、あるいはそのこれからやるのか、それからその、もうすでに終わっちゃったものなのかっていうのは、その工事計画の中では区別ができないものです。それがおかしいって言うの。で、あのおっしゃるように、おっしゃるように原則はあの、工事を始める前に申請出してもらって、あの認可を下ろして工事をやるというんですけれども、で今回はそのすでにもう事業者があのやってしまっているものもあるんで、あの工事計画、工事のその進捗によらず工事計画認可の手続きをすると。ただもしそれにあのちゃんとその基準に適合しなければですね、当然そのあの是正する必要がありますので、その施設自体ですね、是正する必要がありますので、そういうところで担保しています。いや、今の印象はね、事業者に言えないとしか思えない。だからその事業者と慣れ合って、まあやまあ、やあの 検査はするけども、あの、ね、まあ、やってればいいよという感じがありますし、ね、それとやはり何よりも安全を第一にするならば、まずその認可工事計画についてまずちゃんとチェックして、それから工事をするというのは本来ですよ。ですからそのところにも疑問を感じましたけど、これは指摘だけで終わります。じゃあちょっと遅くなったので4問、まず1番、まず4問1を答えれば制御法の、はい、制御法のこの分かる、この表で言うと G という書いてございますが、あのご存じの通りかと思いますけれども、燃料消耗体の加速度の計算というものは、そのまずその、まあ、建屋解析から入って、その、まあ、建屋とか機器とか海岸の連なりを見ているその、まあ、何でしょう、ループ解析をやって漏水解析というふうに、その、まあ、段階的にですね、その解析を行って加速度を算出しているというところでございます。で、各その評価によってもそのいろいろ補助的な条件を作っていますが、まあ、そもそもですね、その地震動としてその水平方向と、
まあ、延直方向の差というものがございますので、まあ、そこの結果として、その差が出てきているというところが、その、まあ、お答えというところになるかと思います。よくわからない。それとですね、そのこの1259ガルおよびその1669ガルのリミット根拠というところでございますが、そのこのですね、その、まあ、あの認可証というか申請書 の, その書き方がちょっと分かりにくいんですが、今その、まあ、ヒアリングをしているところなので、まあ、そもそもその予断を持ってお話しできないところございますが、聞いている限りでは、この表でいうと 1.285G と言っているものが、ですね、SD2 で、あって、まあ、だから SD2 と、それからこの括弧書きで書いてある 1.703 というのが、その SD1 というふうにの数字を書いているというふうに聞いてございまして、さらにその下に行くと、そのこれ、ここの引用部分には書いてございませんけれども、その確か括弧書きとしてですね、これなんですね、ちょっと意味合いが変わってきているというところがあって、まあ、多分分かりにくくてご質問があったのかなというふうに考えておりますが、ここのその全挿入状態以下の括弧書きについてはこの照射の影響を考慮した値ということで、今審査をしているというところでございます。時間がないので次行ってください。3次がですね、丸さんのその非公開のところの考え方でございますけれども、まあ、そのこういったそのいただいた申請書かなり膨大にはありますけれども、その規制委員会の独自の取り組みとしていただいたものをですね、なるべく早く公開をするという考え方をとっておりまして、公開をしておりますけれども、その際はその事業者の方でですね、例えばその企業機密ですとか、あとはその確率防護の観点から隠さなければいけない数字についてはまあ、こういうふうにその資料抜きをして出しているものもございまして、基本的にはその事業者の了解を得た範囲で、迅速性を持って公開をしているというところでございます。次、4。そうですね、4番はそうですね、情報の公開ということで同じことかと思っておりますが、次、その2ページ目のですね、の遺骨の話でございますけれども、これもですね、やはりその そもそも企業最大の1699ガル1340ガルというものを入れるかどうかというところがポイントになるかというふうに思っておりますけれども、基本的にはもともと設定したその基準地震動というところを、まあ、使いまして、まあ、保守的な条件を踏まえて評価を実施しているという考え方でございます。これが2号室の考え方。ちょっとそこで止めたいんですけど、ちょっと画面見てくださいね。今見づらいかもしれませんが、スクリーン出しているの書類はご存知ですか？